また5秒前からカウントします。5、4、3、2、1。皆さん、こんにちは。サッカーボールのキックオフ第5回目開始いたします。前回までは、競技のフィールドですね、それとボール、これについてお話をしていきました。で、ボールに関しては、必ず、試合前に、空気圧計で、気圧を測っておいてください。そうでないと試合中に、選手の方からですね、競技者の方から、おかしいということでクレームが入って、試合の進行が、停滞しますので、必ず測っておいてください。それでは本日はですね、第3条、競技者について入っていきます。競技者って言いますと、ちょっと、ネーミングとして硬いイメージがありますが、一般的には、試合会場とかでは、選手という言い方を耳にしますし、多くの方がそういう言葉を使いますので、あまりこの競技者っていうのが、果たしていいのかどうか、ちょっと個人的には、疑問があります。で、また大会要項とかですね、あと公式的な文章であっても、選手っていう言葉が使われたりもしますので、非常に曖昧な部分があって、読んでいておかしいと言いましょうかですね。ちょっと笑ってしまうこともありますけれども、あまり完成がないなと、いう印象を受けます。で、このサッカーの競技者ですけれども、試合開始時なんですが、11名、1チームにつき、必要になります。で、双方で、合計して22名ですけれども、この1チーム11名の中で、絶対に欠かしてはいけない存在があります。それは、ゴールキーパーです。で、基本的に日本サッカー協会での規定の中では、7人以上が一応有効な、競技者の数とされています。ただ、何らかの理由で、フィールド上に7人以上いれば、一応試合は成立できます。別の大会の、要項とかですね、その辺の規定で増えたり減ったりする場合はあるかもしれませんが、一応日本サッカー協会の規定では、7人以上が揃えば、試合はできる。で、7人以上といっても必ずその中にはゴールキーパーがいなくてはならない。ということであります。例えばゴールキーパーが負傷したりとか、最悪はトイレに行ったりとか、あまりトイレに行くってことはないですけれども、そうやってフィールド上にゴールキーパーがいないって状態になると、試合は、そこで停止されてしまいまして、戻ってくるまで待つと。ということになります。よく、フィールド上で怪我をしたりとかして、ゴールキーパーが、フィールド面に倒れて治療を受けてるっていう場合にもありますけれども、それはもう、必ず、時間を追加して、アディショナルタイムとして加えていくことになります。で、一般的な競技者の場合は、フィールド上での治療は基本は認められないんですけれども、ゴールキーパーは、試合に絶対必要な存在ですので、フィールド上で治療を受けることは許されます。なので、間違っても、ゴールキーパー外に行って治療してくださいとか、主審の方とですね、言わないようにしてください。ゴールキーパーを追い出すと、ちょっとまずいことになりますので、治療が終了するまでも、フィールド上で、いさせてあげてください。それで、次がですね、競技者、11名ですけれども、1チーム大体11名以上の選手、競技者を、連れてきます。で、先発メンバーのパフォーマンスが落ちたりとかですね、あと怪我をしたりしたとき、体調不良も含めて、途中で入れ替えたいというときに、競技者の交代という手続きがあります。で、基本的に、競技者の交代は5名まで認められます。で、コロナ以前に関しては、
実は3人までが公式な試合において認められていました。ところがコロナになってからですね、様々な選手のパフォーマンス等の考慮、健康上の考慮等ありまして、まあ、5名までに増やされました。で、さらにですね、交代の回数の制限も規定されていまして、3回までとなっています。で、この回数に関しても、大会によっては、その制限のない大会もあれば、まあ、後半から3回までですよということで、まあ、前半はフリー、で、後半に関しては3回までの交代という、まあ、制限を設けている大会もありますので、競技規則上は3回までだけども、各大会に派遣される審判の方は、その大会の要項を必ず本部において確認をしてください。間違えてしまうと、その試合の成立が、まあ、影響を受けることはありますので、必ずそのミーティングの段階で確認をしておいてください。で、あと、交代のサブの方の、まあ、名称ですけれども、正式な交代要員と言います。非常にこれも硬い言い方なんですけれども、まあ、その交代要員ですけれども、一応、競技規則上は3人から15名まで登録できるとなっています。これもまあ、大会要項とかで様々修正がある場合もありますけれども、基本的な数字は覚えておいてください。まあ、たまに更新の時のルールテストとかですね、数字の関係する項目は聞かれることがありますので、まあ、間違えないように、という意味も含めて、覚えておいていただいた方がいいかなということですけれども、あんまり3人から15名まで登録するようなことって、まあ、そんなにはないかと思いますけども、一応、例としてはあります。ということですね。で、まあ、一般的な、その、競技規則のルールの中で、その、交代要員とかの人数ですね。これの、まあ、増減がですね、一応、まあ、認められてはいるんですが、これも、二つ条件がありまして、試合前に、おいて、両チームが、まあ、合意していること、こうしましょうねということで、両チームは合意していること。それと、試合前に主審にその合意の内容が通知されていること。主審にも知らせていること。で、二つが認められれば、満たせば、まあ、増減と言いましょうか、変更ができるということなんですけれども、これもさっき申しました、大会要項で、だいたい決まっているので、影響は、ないというか、ほぼないですね。正式な大会要項。ただ、市町村とかでの、まあ、なんて言うんでしょうね。イベントとか、まあ、そういった形になると、あまり、こう、細かく規定されてない場合があるので、いろいろな、臨機応変な対応が必要になる場合がありますので、一応、この辺の規定も覚えておいていただいて、まあ、その場になって、こういう規定があるので、こうしましょうという形でやっていく場合もあるかなとは思うので、これも知っておくといいかなと考えております。で、あと、交代のやり方、どういうふうにやるのか、ということが次に、まあ、審判員は知っておかなければなりません。で、大体その交代の時は、各チームにおいて、交代用紙という、まあ、用紙が、まあ、公式な大会が用意されています。で、それを監督が、まあ、書いて、それをその交代要員という選手に、まあ、本部に持っていかれます。で、そこには、対戦チームとか、時間とかですね、交代する、退場する選手の名前、番号や、これから入る交代用に入る人の番号ですね、それと時間とか、いろいろこう、記載要件があるので、それを満たしたものを提出していきます。で、大きな大会でしたら、第4の審判員という立場の審判員がいますので、そのものに渡さなければいけませんが、3人までの派遣された大会、試合の場合は、大体本部席の方が、まあ、第4の審判員の役割を兼ねる場合があります。で、この場合注意していただきたいのは、本部は審判員ではありませんので、
まあ、基本的に様々な情報を得ようとするための対象には含めないのが正しいです。なので、本部の方で、これこれこういう事態がありましたよっていう場合も、本来ですと考慮事項には入れられないはず。教育規則上は。なので、3人の中でのやりとり、サポートの中で主審が決定をしなければいけません。明確にはそういうことになっていますので、気をつけていただきたいと。で、交代の場合は、まず交代要員が来ましたら、名前と番号をですね、その時に言ってもらって、チームリストというのがあります。一般的なメンバー表っていう言い方が、だいたい通用しているはずなんですけれども、まあ、公式用語として、チームリストという、あ、ちょっと硬そうな言い方なんですけれども、そのメンバー表ですね、チームリストを照合して、この方が交代要員として登録されているということを確認します。そして確認ができたら、今度は交代要員の用具のチェックに入ります。で、この用具に関しては、次の第4条のところでも触れますけれども、一応点検項目として、第4の審判員や本部の方が、まあ、用具のチェックをします。で、第4の審判員がついてない場合はですね、本部に近い側の副審、一般的な副審1とか言いますが、そのものが、協力をしてもらうように依頼をする場合があります。本部ではちょっとこの辺の点検の仕方がいまいち一つ、正しくできない場合がありますので、オフィシャルで派遣されている、審判員同士での確認がより安全だと。ということですので、その辺は、当日の、まあ、皆さん方の審判員の中での、まあ、打ち合わせなりで、ね、まあ、約束事を決めてやってください。それで、プレーが止まったところで、主審を呼んで、交代に入ります。で、私の場合ですと、まあ、プロのレベルの試合ではないので、まあ、基本的に交代ボードというのが、簡単な、なんていうんですかね。マグネット式のものとか、あとまあ、裏返しにこう、していくと、その数字の色が変わるような、その簡単な包帯ボードを持って、運営される場合があります。なので、基本的にはアウトする、要は先発の競技者の番号を、両面作ってもらいます。そして、入る方の番号を言ってもらうのもいいんですけれども、まあ、背中に大きなその背番号の数字が書かれてありますので、私の場合は背中を中に向けてくれというふうに伝えます。それで、交代ボードのその数字がアウトで、背中を向けた方の交代要員の入る人の番号を見て、まあ、審判の記録カードに、記録します。で、過去にもですね、ある大会とかで、その交代の手続きにおいて、まあ、ミスと言いましょうかですね、問題が発生したために、まあ、大問題っていうんですかね、なったこともあったので、必ず、時間をかけてでもいいので、誰がインをする、誰がアウトをするっていうことを必ず、記録チェックしておいてください。そうしないと、交代が5人までなのに、例えば6人になってしまったとか、そうしますと、その試合自体が不成立になる可能性もありますので、必ず主審、そして副審も必ず主審を援助する、サポートするという役割もありますので、必ず記録を取りましょう。第4の審判員も同じく、まあ、記録を取りましょう。まあ、一般的には、チームから出てくる場合もありますけれども、なかなかその辺の約束事が守られない場合がありますけれども、できるだけ記録を正確に取って、お互いが間違いのないようにして、試合を成立させていきましょう。それで、複数人出てしまった場合、これはまあ、一人ではちょっと大変なので、さっきまた副審を呼んでサポートしてもらうとかですね、まあ、上手にこう、一つ一つの点検をやっていく。それで間違いのないように交代していく。ということが必要になります。で、問題はですね、交代要員は、
必ず一度競技のフィールド、まあ、第1回目でも、申しましたけれども、タッチライン、ゴールラインで囲まれたこの長方形の枠の中に必ず一歩入ってもらう。そうでないと、再開するときのプレーに関わることができないという。例えば、タッチラインでボールが出ますと、スローインという形で始まります。で、スローインをするってことは、その、競技のフィールド外から始めますので、例えば交代要員が交代で入って、スローインをするとなると、基本的に中まで入らなくてもやれるわけです。だけども、競技局上は一度中に入ってもらうってことが必要になりますので、その辺もちゃんとチェックをして、一度入ってから、まあ、ボールを持って、で、外からスローインしてもらうという形にしてください。今日の中身は大体審判員中心の中身になってしまいますので、あまり一般的な気にする部分ではないかもしれませんけれども、こういう形になっています。その用語に関しては、まあ、次の回で、もしかしたら次になるかもしれませんけれども、そこでちょっと詳しく申し上げますので、一応、一般的な用具のチェックをして、容疑者の安全を図るための確認をしていきます。それと、打ち合わせでも必要になるかもしれませんけれども、4人で、セットになっている場合は、交代でもし来た場合に、A1 という、まあ、副審1の方にですね、事前に交代やりますよってことも伝えていただくといいです。っていうのは、副審はですね、交代になりますと、主審に対してフラグでシグナルします。そうすることによって主審は、交代があるんだっていうことを知ります。で、プロの世界ではシグナルビープといって、腕にこう、ブザーのようなものを巻きつけて、それでボタンを押すと知らせられるというので、見なくても感じ取れるんですけれども、我々の試合では、フラグをですね、こう、真横にして、これを頭上に掲げます。要は居酒屋ののれんに相当するような感じで、くぐっていく、入退場のそのイメージだと思われるんですけれども、まあ、こうやってシグナルします。それによって主審は交代があるんだということを知る。ので、先にファースト、副審1の方に知らせることによって、交代の手続きが早くなります。なるでしょう。で、それを見て、まあ、反対側の副審2の方も同じように、フラグを真横にして、上に掲げます。そうすることによって、交代を、まあ、早く副審に伝えるという役割もあります。それで、入場する場合なんですけれども、これは、主審の権限の中にもありまして、主審の承認がなければ入れません。なので、先発メンバーがフィールドの外へ出たとしても、勝手には入れません。主審が OK をして初めてその交代要員は入ることができます。で、そうすると、名称がまた変わりまして、交代要員は競技者という立場になります。で、今まで先発でプレーをしてきた競技者は、交代して退いた競技者という長ったらしい名前の、まあ、立場になります。それも別段一般の方にはあまり関わりのないことなので、ただ審判員の中では、まあ必要な名称にはなります。まあ非常に難しいと言いましょうか。今日聞き具合としてはどうかなと思うんですけれども、それともう一つ大事なことがあります。フィールド上に同じチームの競技者が12人にならないこと。競技者は基本的にチーム11名となっていますので、必ず10人にして1人入れる。それで合計11名というふうになるようにしてください。なので、わずかな時間であっても12名という状態が存在しないように気をつけていただきたいということです。で、あと、ゴールキーパーと、まあ、フィールドの、まあ、競技者が、稀に入れ替わることがあります。あんまりないんですけれども、フィールド上同士で入れ替わる場合があるんですけれども、これは、
一旦プレーが停止したところで行います。プレー中にはできません。ただ大会によって一部修正して認めているところもあるようですけれども、一般的にはプレーが止まったところで必ず主審に通知をしてください。そしてフィールドのプレイヤーがゴールキーパーに、ゴールキーパーがフィールドプレイヤーになると。で、その場合も、ウェアとかですね、いろんな装備を変えなきゃいけないので、非常にちょっと時間がかかるんですけれども、一応、競技規則上は認められてますので、その辺はもう、アディショナルタイムに加えていくしかありません。で、あとですね、時間も残り少なくなりましたけれども、試合を開始する前にですね、チームリストといったメンバー用紙、メンバー表ですけれども、そこに記載されている先発メンバーとサブのメンバー、交代要員が勝手に入れ替わって、サブの方がそれとなく先発メンバーとしてフィールドに入ってプレーをしてしまった場合、どうなるのかということがあります。これは、流れとしては、主審は、なんていう状況を認めてください。で、その勝手に入ったからということで、警告、イエローカードは出ません。ノーカード。で、試合前の、入れ替わりなので、交代の回数にも含めない。カウントしない。例えば3回までですよって言ったら2回。残り2回ですよとならずに3回のままということになります。ただ、主審の承認を得ないで行われたことなので、審判報告書という書類に書いて、その関係機関という、大体サッカー協会ですけれども、報告をしていくという流れになります。あとは協会の方で何らかの、処置があるということになります。もし、主審の承認がなくて、勝手に入れ替わっちゃったという場合は、それに気づいた段階かもしれませんけれども、一応プレーが止まったところで、その関わった両方にイエローカードが出されます。理由は多分反スポーツ的行為ですので、で、二人とも警告されるということですので、その辺の入れ替わりも、あんまり勝手に入れ替わらずに、主審に必ず、プレーが止まったところで伝えてください。余計な警告を受けて、累積で次出られませんとか、ならないように、チームは気をつけていただければ、ということであります。残り2分半です。でですね、この時なんですけれども、あと、難しいのがですね、あるのかなっていうのが、ちょっと、いろんな事態が想像されるんですけれども、試合開始前の段階で、いろんなトラブルが発生する可能性があるんですね。今日は途中までになるかもしれませんけれども、一応途中までお伝えしていきます。まず、メンバー表、チームリストってものを、試合の何分前かっていう制限があるんですけど、そこまでに本部に出さなきゃいけないんですね。で、その提出する時間前までに退場になった場合、というのがあるんですけども、どういうことが想定されるのか、自分でもそういうことになったことがないので、わからないんですけれども、そうすると、この、競技者ではないんですけども、その、いわゆるチームの関係する選手は、チームリスト、メンバー表には登録できないということになります。どんな場合なのかなと。例えば、競技場に来て、施設を破壊したとか何かかもしれませんけれども、とりあえず、登録すらできない。で、ベンチ入りもできない。ということになります。で、次に、メンバー表、チームリストには登録されたけれども、キックオフ前に退場になった場合があります。残り1分です。この場合は、退場になったので、もう試合には当然出られません。ただし、交代要員の中から補充するということができます。そして、
11人を構成することができます。この場合は交代ではありませんので、回数も減らさないでください。ということで、ちょっと競技者に関しては非常に内容が濃いので、1回では終わらなかったので、次まで、2回またその続きを含めて、やっていきます。で、本日は途中になりましたが、以上で、終了となります。では、また次回よろしくお願いいたします。失礼いたします。どうもお疲れ様でした。ありがとうございます。がとうございます。じゃあ、ご出参加ください。勤時間来たので止めます。よいしょ。はい、ではレコーディングも止めたいと思います。ありがとうございます。